はい、おはようございます。半助です。本日も深夜練やっていきたいと思います。まあいつもの通りちょっとテンション低めで、まあこんな夜遅くですからやっていきたいと思います。まあなんか多少上手くなったような気がするんですけどね。もう最近土日なんかは結構長いこと、長い時間練習してるから、まあ、多少は上手くなってることをちょっとね、祈りながらやりたいと思います。まあ、今日もね、赤ザップ使っていきたいと思います。やべ、みんなザップじゃん。やばいな、みんなザップってどうなんだろうね。一人ボールドマーカーいるけど、結構みんな近距離武器じゃない？そう考えたら。とりあえず4人目がけて打っていきますと。危ね。これあれ取りてえけどな。耐えろ。危ねえ。ギリギリセーフ。危ねえな、なんかいたぞ今。よし、まずは初動に切る。援護するで、援護するで、援護するで。ちょっとここで縦振りされたら死んじゃうけど。いた。ごめん、敵が多すぎる。何、相手スプロールラーが2人いるのかな。めんどくせえな、ちょっとめんどくせえ。敵が多すぎる、まずい。これ、そらそうなるわ。普通に歩いていった方がいいね。やべえな、ザップみんなやられてんじゃん。 大丈夫か。意外にコケコシュートは使えねえんだよな。あ、いたわ、なんか。よし、ナイス。ナイス、ナイスじゃねえよ。あ、いた。待って、近い。 待って、一瞬声出ちゃったわ。地形は優勝、地形はね、どういう意味やお前。近すぎだろ。ちょっと仲間と合流しよう。仲間と一緒に回遊魚になろう。なんかいたぞ。いた。びっくりした、ビビっちゃった。なんかいたぞ今。敵いなかった？あれ、いいね。ちょっとこっち行ってもいいんだけど、あんま一人で行動するのは好ましくない気がするんだよ。あ、いたぞ。回り込んで倒す。うわ、あれやれねえのでけえぞ結構。よし、危ねえ、ギリギリだ。待って、ごめん、やられた。まあ勝てたからいっか。赤ザップ3人って、まあでも実際別に強いとは思うけどね。5キルですね。まあまあ取れたんじゃないって思うけど、まあ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 取れた方だと思う。ちょっともう一戦やってみましょうか。縄張りバトルやっていきたいと思います。てか俺の携帯ラグ、エアコンつけようと思ったんだけどすげえラグいんだけど、もう買い替えるわ。使え、とりあえず今回バケツが2人で、相手がシューターが2人、ゴーニーガロンが1人で、ローラーか。なんか最近やけにスプラローラー多い気がするんだけど、どうなん、なんででしょうね。
あ、危ねえ。なんでいんの、そこに。びっくりしたな。びっくりしちゃったよ。お。任せろ。ちょっと芋煮ながら行くか。こういうとこに潜伏しといてさ、ドドドーンみたいな。あ、やべ。やべな。危ねえ、紙一重じゃん。紙一重じゃねえわ、危ねえわ。ありがとう、インクアーマー。ああ、ごめん、やられた。なんか言いましたけど、今。あれやれねえか。俺、あれやれねえか。ちょっとしんどいな。もうちょっと近づいてからやれよかった。うん。え、意外に届かねえな。意外にコケコって届かないですね。初めて知りましたけど。あぶねー。しかもなんかや、めっちゃ塗られてるし、え、あぶねー。なんかもう一人だよね、今ね。ほら。お前もう一人。お前、もう一人だよね。ナイス。ドゥン。ツン。なあ、そっちにいなかった。あれ、味方か。ちょ、妹か。いや、これ、分が悪いぞ、かなり。あー、ごめん、やられたわ。一旦引いてもよかったかもな。今回、なんか、あんま良くないかもしんない。あぶねえ。負けてしまいました。キルレは4キルか、まあまあかな。でも実際打ち合いで勝てたのは多分2回とかそんぐらいですかね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。